フォルクスワーゲンルポ。フォルクスワーゲンルポは、ドイツの自動車メーカーフォルクスワーゲン社が製造、販売する、コンパクトカー。デビューは1998年で、ボディ形式はサンドアハッチバックで、乗車定員は5名もしくは4名。日本では2001年デビュー。フォルクスワーゲンポロより、小さなクラスに位置し、全長は、ポロ比で20センチメートル短く、フィアットパンダなどと、 同等、ルポ販売時のラインナップのうちで最も小さなモデルである。2004年には後継たるフォルクスワーゲンフォックスの製造が開始されており、欧州や中南米ではルポからフォックスにバトンタッチされている。ただし、メキシコではフォックスもルポの名で販売されている。日本でも2006年にラインナップから姿を消した。社名のルポとは、イタリア語で、狼の意。 ラテン語では、ルプス、ルーパス。フォルクスワーゲン本社のある、ニーダーザクセン州のボルフスブルク、ボルフェスバークはドイツ語で、狼の城という意味である。ラインナップ最小のコンパクトカーに、本社のある町にちなんだ名前を与えたと言われる。日本向き1.24リッターモデルのシート生地には、可愛くデフォルメされた狼のキャラクターが描かれている。ルポの発表に先駆けて、 まず、VW グループ内のセアトからアローザとして発売された。ルポに搭載されるエンジンは種類が多く、ガソリンエンジンが6種、1.0から1.6リッター、ディーゼルが3種、1.2から1.7リッターの軽級種に上る。中でも特徴的なものに、ディーゼルのうち最小排気量となる1.2リッターエンジンを積む低燃費モデル3リットル TD と、 ガソリンエンジンのうち最大排気量となる1.6リッターを積むスポーティーモデル GT がある。日本では1.4リッターガソリンエンジンモデルと1.6リッター6速マニュアルの GT が投入されたが、欧州市場でメインとなった3リットル TD をはじめとするディーゼルエンジン搭載モデルは投げされなかった。小柄ながら高速安定性は高く長距離もなんなく、こなすが目玉であった。 ディーゼルエンジンに対し、ガソリンエンジンの燃費は並み、同クラスの日本車より悪いである上に、燃料タンクが小さい、34リットルため、航続距離が短い。ユーロンキャップにおいて、超小型車としては、当時最高の4つ星を獲得する高い安全性能を誇った。また日本仕様においては、フルサイズエアバッグを全2隻に、このクラスでは珍しいサイドエアバッグをも備え、 フォースリーミッター付きシートベルトテンショナー、アイセフィックスチャイルドシート固定装置なども標準で装備していた。1.2リッター3気筒ディーゼルエンジン搭載の3リットル TD は3リッターカー1 0 0トルの距離を3リッターの燃料で走破できる車としてフォルクスワーゲン車の技術力をアピールした。グレード名にある3リットルも3リッターカーであることに由来している。 フォルクスワーゲングループ会長、フェルギナント・ピエヒは、21世紀までに3リッターカーを市販すると兼ねてから公しており、このルポ3リットルティディの販売が1999年から開始されたことで、それが果たされた。燃料、軽油の廉価さに加えて、二酸化炭素の排出量の少なさから、ディーゼルエンジンに対して、評価の高いロッパを中心に販売された。 標準により薄いガラスや軽量素材、アルミニウムやマグネシウムの採用による軽量化が施され、車重は標準モデル比でおよそ 200kg、軽い 830kg となっている。AT にはエコと呼ばれるモードが用意され、このモードが選ばれている間は、停車時にアイドリングストップシステムが作動、走行中は積極的に高いギアを選択する制御プログラムとなり、 燃費向上を助ける。他にも、ボディ前面の空気取り入れ口の形状を見直しによる、空気抵抗の低減、転がり抵抗の小さいタイヤの採用など、燃費向上のための設計は多岐にわたる。3リットル TD の低燃費をアピールした広告、映像、および紙媒体は、2000年のカンヌ国際広告祭で、金賞を受賞した。元来、 フォルクスワーゲンゴルフのスポーティングレードとして設定されてきたジーティガルポにも設定された1.6リッター直列4、1DOHC エンジンに6段、マニュアルトランスミッションが組み合われる、いわゆるホットハッチである。最高時速は時速205キロメートル。外装ではセンター出しマフラー、15インチのアロイホイール、ボディ同色のバンパー、標準モデルは下半分が ツヤ消し黒バイキセノンガスディスチャージヘッドライトなどが GT 専用装備となる。内装では赤いシートベルト、前席のみならず、後部座席もセミバケット形状、カーブを走行中に乗員を保持するタイプのシートを採用し、標準モデルでは3人掛けとなる鉱石が GT では2人掛け取る、ため乗車定員は4名である。見た目にはわからないが、標準タイプと比べアルミ素材を各部に採用し、 ワンクラス上のエンジンを搭載しているにもかかわらず、重量アップは最小限で、その他重量バランスを考慮し、バッテリーを後部に移動したりと小技を効かせている。ドアはアルミであったが、2005年モデルの後期より鉄に変更されたため、やや重量増となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。